だそういうのってでもあるじゃん、結局スポーツだってさ。今スポーツを本当に見るとってフィギュアスケートを見る、フィギュアスケートのルール全部よく知ってて、他の選手たちも知ってて、その中でじゃあ誰が次優勝するのかっていう目でフィギュアスケートを見てる人と、あ、羽生くんが滑るんだ見ようっていう人とね、でもそんなもんじゃないスポーツ。いや俺でも思うのが、例えばエヴァンゲリオンってあるじゃんのアニメ、うん、エヴァンゲリオンのアニメさ、みんな見てさ、スッと理解できないの、見たことある？俺エヴァンゲリオンはもうこれしかない、うん、いやあのね、もう意味不明なんだ結構ラストのオチとかさ、うん、でも結局それを見て考察して、うん、二次的に楽しむっていうか、うん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 、そういうのってあるわけじゃない、うん、映画なんて全部そうじゃない？そうそうそう、だからちょっとさ小難しくてもさ、うん、あの結構ヒットしたりするんじゃん、うん、映画とかも、うんうんうん、でもなんかスポーツってそういうの足りてないのかなと思うんだよね、結局二次的にあの解説してで、みんなで共有して考察して楽しむっていうところがちょっと抜けてんじゃないのかなと思う。でそれがないとあの発展しないんじゃないと。だって羽生くんがいても結局羽生くんがいなくなったら終わりじゃん、次のスターを作んないとね。そうそうそう、でもスターだけに頼ってたらさ生もんだからさ、うん、だから結局その考察してなんかそのより深みというか楽しむっていうところがすっぽり抜けてるのがそのいまいち浸透しないところなんじゃないのかなと。ただ野球とかはそういうのが出来上がってんじゃないのかなって俺は思うんですよ。まあでもそれはごく一部の人たちだと思うけどね、あのスカーパー契約して野球を見てるような人たちはそうだろうね。うん、でもちょっとさ、でも競技に対する理解がさボクシングとかよりは全然深いよね、絶対平均的に。だって野球部員が多いんだから。でもそれ言ったらボクシング部だって、ボクシングジムだって300、400あるんじゃないの全国。でもあれで硬式野球部福岡県だけで150校ぐらいあるんだよ。硬式野球部が高校のってこと、うん、そう福岡県だけで、で福岡県に150校も高校があるの、その前に。あるある。あ、そんなにあるので甲子園の予選で150校、うん、あ、そう出んのよ。へえ。ってことを考えたら競技に対する、だって硬式野球部で3年間やってたやつなんてさもう結構分かってるわけじゃん、野球に対する知識があるからある程度楽しめるようになってるんじゃないのかなって。ボクシングのお客さんってさ、でも俺らも今回この間大きいイベントやって、こうやって自分たちで初めてこうやってちゃんと本気でチケット売ってみたけどさ、本当に一人のお客さんが多いよね。そうグループっていうのは本当にないもんね。そう考えたら本当ボクシング好きな人たちっていうのは一人で来て一人でなんか楽しんでる、楽しんでるっていう。だからこういうのをできる周りがいないんだよね、うん、でボクシングって誘いづらいもんね。いや、誘いづらいでしょ。ボクシング面白いから見に行くことにならんもんね、うん、だから俺はその KO が少ないとかさ、うん、そういうところと全く違うんじゃないのかなと思う。要はリテラシー、そのスポーツに対するリテラシー高い人が多ければ多いほどそのスポーツはずっと続いていくんじゃないのかなと思う、うんうん、まあどっちかっていうと今のこのすごい選手たちってのはもう半分ファッションみたいになってるよね、うん、格闘技はどうとかっていうのね、うんうん、だからトラッシュトークで一時的に数字は伸びるけどそれは競技としてはやっぱ見られてないから、うん、もちろんそれも大事だけど全くリテラシーが高い層をどん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 作っていかないと競技は死んでいくんじゃないのかなと思う。だから俺は他の要するにボクシングっていう外部の企業っていうのが、例えばだけどキックボクシングでもあったじゃん、要するにキックボクシングの団体を買い取ってで派手にやったじゃん。でも結局もう今はあんまり聞かないけれども、やってるかもしれないけどあんまり聞かないんだけれども、でその時にそこの、社長が言ってたのが要するに倒し合いみたいなさ、うんうん、ことを言うんだよね、うん、でもああいう発言をしたからそのキックの選手たちがいなくなったのか分かんないけれども、お客さんも見てて楽しいのはそれは派手な殴り合いが見てて楽しいと思う。正面からね衝突して、そうそうそう、うん、KO 量産で俺もそれ見に行ったことあるもん、そのノックアウトなんだけどさ、うん、見に行ってね本当にね1試合目からもう3試合目4試合目までもうほとんどノックアウト、しかもダウン応酬とか、うん、3分3ラウンドなのにお互いダウン応酬で2、3回ダウンしてんだよ、うん、俺帰ったよ逆に。要するに技術がしっかりとしてない、ただの殴り合いなんだよ、うん、それほどはっきり言って見てて面白くないんだよ、うん、それなんでかってこういう業界でいるからだけど、うん、だから俺も途中で帰ったんだけど、リングに上がる人間っていうのはまあいい試合をしたいとか派手な試合をしたいとか KO で勝ちたいっていうよりも、何よりもボクシングの場合は絶対に勝たなきゃいけないわけで、勝ちか負けしかないんだよ、はっきり言って。いい試合したからまた使われるとかじゃないんだよ。もう本当勝ちか負けしかないスポーツは、勝ちか負けしかないと思う、ボクシングは。そのある程度のクラスに行って、例えば世界タイトルも取った、もうそういうレジェンドになったらいい試合したらなんだろうっていうのはあるかもしれないけど、そこまでにたどり着くにははっきり言って4回も5回も6回も負けて
世界チャンピオンになる選手なんてほとんどいないでしょ、うん、今の時代なんて特にそう。でもそういう格闘技をどんどん浸透させるためにもっともっと多くの人に見てもらいたい、そのためにはもっともっと分かりやすくなきゃいけないし、そしたら1試合12ラウンドも見てらんないから短いラウンドにしたりっていうので、お客さんには受け入れられやすくはなるよねそりゃ、うん、もう本当にそれはもう格闘技じゃないと思う俺は。でもそういう意味では本当に俺らはボクシングをこうやって楽しめるけれども、知り合いに紹介はできないよね。ただまあ全部が全ての試合俺らだって楽しんでるわけじゃないけどね全然。まあね、うん、そりゃその中でド派手な試合も好きだよ当然、うん、ただ競技として存続していくためには時代と逆行してないんじゃないの。だからそんなにあれしてみんなその大相撲見ればいいんじゃないですか一瞬で決着つけるじゃないですか、うん、あれすごいよね。でも終着点そこになるよね結局。最強ですよ、うん、無差別級で階級分けるのって話なんだで正々堂々とこれやんじゃん、うん、メジャースポーツにメジャースポーツに行って結構みんな、うん、あのどうやったらもっとメジャースポーツに行ったっていう意識を持ってる人たちはいると思うけど、俺メジャースポーツじゃなくていいと思ってるから。いや本当そうだと思う全然。メジャースポーツになりえないよこんな、うん、それで俺はいいと思うんだけどねマイナースポーツで全然。ただもっともっとこのさっきお前が言ったなんて言うんだろう、そういう土壌みたいのはね、ただ俺らもじゃああの試合についてって言ってじゃあ試合終わった後飲みながら語り合うとかって、でもそういうものそこがでも一番面白いところじゃない。いやまあそうでしょ。俺らが当時なんてテレビでみんな同じ番組を見てさ、うん、次の日の学校で昨日見たってさ、結局あれが一番面白いよね。いやそうでしょ。でも漫画もそうだよね、ジャンプとかさ、うん、次の日学校で喋るのがちょっとメインみたいな。いやまあそうだよ。でスポーツを介したなんかコミュニケーションを楽しんでるっていう、うん、でそのコミュニケーションを楽しませなきゃいけないっていうことなのかもね、うん、もしかしたら。ただでも今の時代に今のこの若い人たちにこれをどう浸透させるかっていうのは難しいよね。野球だってさあんだけじゃ3万人4万人って入ってさ、別に野球の雰囲気を楽しんでる人たちだってたくさんいるわけじゃん。てか別に野球って分かりやすくないよ。いやだから野球なんて分かりにくいよめちゃくちゃ、うん、でもあのなんていうの雰囲気でしょ、うん、いやサッカーもだけどね。テニスだって俺もよく分かんないよ、うん、15点とか、うん、なんで15点だよ単位がねそう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 。アメフトだって全然分かんないよね。分かんない。でも何かを知りたい、このスポーツを知りたいっていうのは、でもやっぱりそれはもしかしたらやっぱスターであったり、でもスターじゃなくてもいいんだけど何でもいいけどさ、別にテレビでもさドキュメンタリーの番組とかあるじゃん。でこの人を通してそのスポーツを知りたくなるってあるよね。でもさ今って例えば俺らは俺らでここで発信してる、みんながそれぞれ発信してさ、でも昔なんてさテレビを見るしかなかったわけじゃん、うん、テレビをつけててただボケとつけてたまたま流れた番組ボケと見ててああ面白いなと見ててそっからっていうのもあるあったわけじゃん、うん、でも今って自分でチョイスしてチャンネルを選んでんだからさ、うん、チョイスしねえじゃんボクシングを、わざわざボクシング知らない人間が。そうそうそう。どうやってこれを広げていくのかなっていうね。だから細分化の時代なわけだよね。そうだからメジャースポーツじゃなくてもいいと思うし、うん、この間の12月26日だってさ、まあはっきり言って人数的に言ったらだって当日視聴1万3000、4000、うん、ネット会場いた人とか、まあ深夜その日のうちに見てくれた人たちも多いと思うけど、って言ったって何万でしょ、10万人もいないよね延べで。10万人いないと。そうだよね。でもまあそれぐらいの数字を見て、例えば3、4千万人がボクシングの世界チャンピオンとか名前知ってる必要も別にないだろうし、うんうんうん、日本チャンピオン知ってる必要はないと思うんです。そこまでいかなくても十分お金にもなるし、うん、ステータスも作れるもんだと思うから。